皆さんどうもピーマンです。今回はクリリン編シナリオ09をプレイしていくセル編になるね。未来から人造人間17号と18号を吸収するためにやってきた人造人間セル。セルは17号を吸収し完全体に近づくもののスーパーサイヤ人を超えたベジータに追い詰められていた。セルが18号を探す一方でクリリンはブルマン使ってもらった緊急停止コントローラーを手に18号へと近づくのだった。このコントローラーで18号をストップさせても破壊しなきゃセルン吸収されてしまう。破壊はできると思う。16号もほとんど動けないようだし、チャンスは今しかないんだ。できるかお前は。それはまさか緊急停止コントローラー。なぜお前が。ブルマさんがせっかく作ってくれたの。ごめん、こいつは破壊させてもらう。うまく逃げるんだ。絶対にセルン吸収されないでくれ、頼む。なぜだ、なぜそいつを壊した。チャンスだったはずだろ。そいつは。おい、セルン見つかったぞ。しまった。終わった、ゲームオーバー。おのれ。ふふふ、無理をするな16号。お前はもう停止寸前じゃないか。ベジータも私が完全体になるのには協力してくれるそうだ。クソベジータめ、あいつ余計なことしかしねえんだよな。太陽拳。しまった。メガ。うわ、やめろ。18号。ああ、18号が飲み込まれちまった。そこのシーンをもっと再現してほしいな。俺見たかったな、それ。セルが変化していく。いよいよ完全体とやるのお出ましか。これが完全体か。ちくしょう。よくも18号を。クリリンさん。うわあ、山崎邦生かな。わあ言うてね、とにかく大声出せばいいと思ってるね。さて、セルとの戦いですよ。難しそうだね。レディーファイト、カモン。おお、いきなりすれ違い。恋はいつもすれ違うものだ。おお、強いな。また攻撃が当たらん。はい、ようやく当たったよ。はい、カモン。セルは攻撃力が高いね。一発一発が強いよ。はい。あかん。太陽拳、空中で全く意味を持たない太陽拳だったね。セルと使い方が全然違うわ。ガードやめてほしいわ。面白くない。足削るのもやめて。ガード全然解けないっていうね。あかん。よし、いかんな。これセル硬すぎんか。こっちの方が攻撃回数多いの全然食らってないってどういうことよ。太陽拳意味ねえんだよな、空中でやっても。カモン。ノー、あかん。ダメだ、やられる。はい、カモン、まだいける。いや、ダメだこれ、ちょっと、攻撃のシステムがおかしいわ。セルの方が完全強いじゃないですか。まず初期能力が違うっていうね。同じ条件で始めないねえ。うわ、やられちゃったよ。セル攻撃力高すぎ。攻撃回数圧倒的にこっちの方が多いの。ダメージが全然違うっておかしいでしょ。ほら見て。これ CP がハメ使ってくるゲームとか何事よ。完全にはめてるじゃないですか。ほら。2発でこれだぜ、みんな。ねえ。2発でこれ、俺何発殴ってんのよ。10発以上殴ってこれだからね。全然違うわ。全然やりごたえがちゃう。達成感ないわ。達成感ない。同じ条件じゃないから感じられないね。あー、ダメだ。この紀元山は当たらない。タイミングミスった。紀元山はためがあるからね。当たればすごいんだけどね。遠くから攻撃した方が当たるかな。これは当たるか。どうだ。思いっきし真逆やね。思いっきしかわされたね。だからそう、あ、それやめて。そう、やめよ、それ。足やるの。ねえ。そう、足スラーってやるのやめて、腹立つから。単純にムカつく。いや、太陽拳。はい。ごっつぁんです。勝って、褒められないとダメなんですよ。同じ条件で戦ってない。明らかに攻撃力が違う。こっちもう30発以上殴ってこれだからね。相手なんて10発も殴ってないからね。待て、私は完全体になったばかりで本調子ではない。もう情けない負けた後の言い訳。だよな、出なきゃ俺がまともにやり合えるわけがない。だがクリリンだったな。お前の戦いに敬意を表して大サービスをしてやろう。大サービスだと武道大会を開いてある。10日後にしよう。かつて天下一武道会を再現し
かつての天下一武道会を再現してやろうというのだ。天下一武道会を？ただしお前たちの相手は私一人でいい。一対一で戦い、私が勝ったら次の者をがまた私と戦う。何人でもいいぞ。人数が多ければそれだけお前たちが有利になる。せいぜいたくさん集めておくんだな。場所など詳しいことは近いうちに知らせてやる。楽しみにしているぞ。いや、絶対に逃がさないでしょ、このタイミングでね。トランクスも絶対挑むよね。俺も大会に出る。頼む。俺をカプセルコーポレーションに連れて行って直してくれね。必ず役に立ってみせる。ふざけるな。いや、お前おったんだったら、セル止めろや。貴様をドクターゲノン作った人造人間だ。いいよ、俺が連れてって頼んでやる。クリリンさん、心配しなくてもいい、トランクス。こいつは多分悪いやつじゃないと思う。セルに飲み込まれたあの二人だってそんなひどいやつじゃなかった。お前のいた未来の悪い人造人間とはやっぱり違うんだよ。強い仲間が一人でもたくさん欲しい時だろ。よいしょ。すまない。こうして開催が決定したセルゲーム。それぞれの思惑を胸に時は過ぎ、地球はとうとう運命の、M17 日を迎えるのだった。いやいや、めっちゃ矛盾しとるね。あんだけトランクス、ベジータ、やめろやめろ言うてたくせに、クリリンの時全く無反応っていうね。立たないのかな？そういうこと？まあいいや、どっちでも。じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。次回はついに最後になりますね。クリリン編シナリオ10をプレイしていくからね。また次回お楽しみに。じゃあグッバイ、また会いましょう。